アイニスソーヤは、ハートランドフェリーが運航していたフェリー。第11ソーヤ丸の大船として、内海造船瀬戸田工場で建造され、1997年7月1日に、稚内リシリ、レブン航路に就航した。当初からサハリンへの国際航路への配線が計画されており、1998年5月1日から、稚内コルサコフ航路に就航。 戦後初の日本船による定期航路となった。サハリン航路は当期は流氷のため運休となり、その間は輪っか内利尻、レブン航路で運航された。また、晩年は他の航路のドック期間中の大船として運用されていた。本船が代替した第11総山丸は予備船として残り、本船がサハリン航路に就航する下記は大船として輪っか内利尻、 レブン航路に就航した。2008年には、ハートランドフェリーへの社名変更に伴い、塗装を H をかたどった車掌をベースとしたノーアイの基本色と、草木をイメージした若草色のデザインに変更した。サハリン航路は運航開始から赤字が継続しており、輪っかない市の補助金、助成を受けて運航されていたが、サハリン2の竣工などから、貨物取扱量が減少したため、 ハートランドフェリーは2011年に航路撤退の可能性を表明した。補助金、女性の強化などにより運行は継続され、その後は毎年6月から9月にかけて約30往復が運行されていた。2014年9月にハートランドフェリーは改めて撤退を表明、女性の期限となる2015年で運行を終了するとした。その後、 サハリン航路は2015年9月18日で運航を終了した。稚内市はサハリン航路再開のため、第3セクターの運航会社を設立して4億1000万円で、元船を購入、経費削減のため外国船籍として登録した上で、運航を船舶管理会社に委託することを検討していたが、船級の取得が困難であることなどから断念された。 その後設立された第3セクターは、ロシア側のサハリン船舶会社の要船により2016年7月から9月まで航路を再開させる予定であると、2016年6月に報じられた。最終的には当初予定よりやや遅れて8月1日に、サハリン海洋汽船の総動船、ペンギン33により9月16日までの間、航路が再開された。本船は、 サハリン航路の運航終了後、2015年11月から2016年2月27日まで、オクシリ航路でアブローラオクシリの大船を務めた。その後、ワッカナイ航で継船された後、フィリピンのコカリアンシッピングラインズへ約4億1000万円で売却され、フィロペナズジャガーナとなり、4月8日に開港のためワッカナイ航を出港した。サハリン航路氷域を航行するため、 バルバスバウの上にアイスナイフが設置されている。現、ユラ装置としてアンチローリングタンクを備える。国際航路就航時は免税となるため、船内の自動販売機でビールが100円で販売されていた。ありがとうございます。